存知のはず。ムーミンの尻尾の毛は一度抜け落ちてしまって、ママの秘伝のお薬を飲むことによって黄金の尻尾に生え変わったんです。すごいでしょ、ムーミンの尻尾。これのおかげでとっても有名人になって、なんとファンレターを山のようにもらったんです。1枚だけまだ残っています。彼のお部屋が3階にあるので後で見に行きましょう。でこちらに座って食べる小さな女の子、はい、リトルミーですね。オイルストーブ中や後ろ、ただね、さすがに火がついてるので中にはいません。燃えちゃう、はい、どこかに出てきたら皆さん見つけたらラッキーです。そしてこれも手作り、ムーミンの靴下
僕はスナフキンって言うんだ。カリフォルニアってどこなんだい？なんだみんな、それじゃ普通じゃないか。これじゃ新しい遊びにはならないよねえパパ。君はムーミンがどこに隠れているか知っているのかい？パパまでこの遊びに加わってるの？君は何を言っているんだい？ほら、泣かないで。ちゃんとこっちを見て。そうね、あなたは私のムーミントロールだわ。ママ！時間よ。
うちで食べていきなさい。はい、準備手伝ってね。はい。面白いとこだろ、ムーミン谷は。僕の友達も最高だろ。ここでは不思議なことがいっぱいさ。僕は自分の目で見たものしか信じないけど、この目で見たものはどんなに馬鹿げたものでも信じるよ。あの帽子がどうなったか知りたいって？それはまた次の機会にお話ししよう。スナフキン、手伝ってよ。さて、もう行かないと。それじゃあみんな、またね。ムーミン、今行くよ。